Thank you, Chair. 皆さん、こんにちは。そうですね、最初の、このセッションの最初の発表、私、ナビン・パンダと、同僚、2人の同僚、3人で発表させていただきたいと思います。この間、私たち、デリー大学の教師たちは、デリー大学の上級レベルで、一つの日本語を教えるために、一つのティームティッチングという方式を始めました。今日、この場を借りて、この方式はどんなものであるか、またその結果はどうであるか、そのことをご紹介したいと思います。まず、ティームティッチングの定義なんですけれども、皆さんもご存知のように、ティームティッチングというのは、2人以上複数の日本語、教師は、一つのクラスに入って、クラス、授業を担当する、ことです。そして、そのために、そして、その前に、教育、シラバス、そしてスケジュールを作成し、教科なども計画し、授業を行うものです。ティームティッチングは、2つのカテゴリーに分けられています。その一つは、授業が、一つの授業に、2人の教師が入ってその授業を行う形と、もう一つは2人以上、あるいは複数の教師が同じクラスを自律的に行う、指導するものです。一番目のものは、日本における JET プログラム、それはその例ですが、この2つの方式では、どれがいいか、誰でも決めることができないんです。私たちはそこから、2番目の方式を、導入しました。で、ここで、まず1番目に、デリー大学でティームティッチングをどうして、開始したか、始めたか、という理由を説明したいと思います。実は、ティームティッチングが、この間私たちは、冬休みの時私たち教師たちは、ティームティッチングについていろいろ読んで、ティームティッチングの効果を分かって、これはうちの、学科にも導入しようと思っていたんです。でも、その理由、それよりも一番主な理由は、水彩研、うちの研究館に若い教師たちが入ってきて、それぞれ一人で授業を行うということではなく、みんなで協力して日本語教授法を学んで自分のキャリアを成長していこうという試みもありました。それは一番の理由です。で、それはどのように実施したかということについてちょっとお話ししたいと思います。一番初めに私たちは、打ち合わせをして、シラバス、そしてこのスケジュールを作りました。このスケジュールは、ここに出している、画面に出しているスケジュールは、今年の2月のスケジュールです。これは私たち、教師たちが持っていないで、前よってあらかじめ
学習者にも配っています。これによって授業の管理はもちろん良くなっているんで、いるんですが、それよりも、利益と考えているものは学習者がそれぞれこれを前もってしているので、自分が、授業に入る前にどのような予習をした方がいいかということも考えることができると思っています。で、その後いつこのプログラムを始めたかということというと、実はこれは今学期、今インドの大学の2学期なんですけれども、今学期2学期にこれを始めたわけです。で、だから今までこのプログラムを始めてから今まで経った2ヶ月しか経っていません。で、ティームティーチングのもう一つの側面は評価なんです。評価はどのようにしているかというと、週1回のクラステストを私たちは計画しています。このクラステストは毎週月曜日にやっています。月曜日にやっている理由が一つあります。それは、この間の週にどのようなものが導入されていたかということを学習者がもう知っているから、週末の土日にそれを予習して、月曜日の1時間目の試験を気楽に受けることができると思っているからです。で、その後は先ほども申し上げたように、これをこのプログラムを始めてから、終了してからアンケート調査をしようと思っていたんですが、今日はそのアンケートは、このようなものですが、そうですね、しかし今日の発表、この発表のために中間アンケート調査をして、それを分析して、その結果をみんなの前に発表しようと思っています。その分析方法、そして結果は同僚のスイキーと、スクティが、します。はい、スイキーさんどうぞ。はい、ではティームチーチング、アンケート調査から分かったティームチーチングのメリットについて発表させていただきます。まあ、時間の制限で質問はいろいろありました。もちろんご覧の通り、でも全てについて触れることができませんので、代表的な質問だけについてご説明させていただきます。はい、まず一つ目の質問なんですが、さまざまな先生のもとで勉強してあなたの聴解力が上がったと思いますかという質問に対して、まあこの円グラフからもお分かりになると思いますが、60% の学生ははいと答えています。またいいえと答えた学生は 20% で、分からないと答えた学生はまたそうですね、20% でした。はい、次ですが、各教師の教え方が同じですかという質問に対して、80% は、いいえ違いますというように答えています。また20% は、はい、同じですと答えています。そうですね、まあ、同じ質問ですね、各教師の教え方が同じですかという質問に対して、まあ、一人の学習者は、各教師の両手の得ることができる、まあ、ティームティーチングがあることによって、各教師の両手の得ることができますというふうに答えていますから、まあ、これはティームティーチングのメリットとして捉えていいのではないかというふうに私たちは思っています。
はい、そして前学期と比べて今学期の授業に何か変化が見られましたかという質問ですが、実は多分先ほどちょっと説明が足りなかったんですけれども、前学期までは例えばその分担を決めて、一人の先生は漢字だけを担当し、もう一人の先生は文法を担当しというようにその役割が決まっていました。でも今学期からは、例えば全ての全員の先生は文法もやり、漢字もやり、語彙もやり、すべてやるということになっています。それで前学期と比べてどのような変化が見られますか、見られましたかという質問に対して、はい、今学期のクラスは前学期と違う。例えば前学期は漢字は一人だけの教師によって導入されていた。さらに一コマは漢字だけが中心になっていた。時には退屈だった。今は各教師はさまざまなストーリーを持ち、漢字を導入しているから、クラスは面白くなっている。他のもの、文法とか聴解なども同じです。と書いています。ここから何が読み取れるかというと、学教師の教え方、またさまざまな覚え方に、触れることができます。まあ、学習者ですね。いろいろな先生がいることによって、いろいろな覚え方に、触れることができるようになっています。また、一人の教師の授業より、まあ、いろいろな先生がいると授業はよりなんていうのかな、楽しくなりますというふうに、まあ、ここから読み取れるのではないかと思っています。あ、はい、また先ほどと同じ質問なんですけれども、このように2人の学習者は別々の学習者ですね、このようにコメントをしています。で、これはスケジュールについてなんですけれども、きちんとした計画に基づき、授業は決められたスケジュールの通りに実施された。そしてもう一人の学習者は、スケジュールの事前配布は遅れないようにするために役に立っているというようにスケジュールについてコメントをしています。ここから何が分かるかというと、まあ、一つ目は教師たちが、継続的に、まあ、協力するようになっています。まあ、他の先生の迷惑にならないように、まあ、スケジュール通りにやりましょうという意識がすごく高くなっているのではないかと思います。そして学習者が予習してくるようになりました。まあ、例えば明日は、例えば授業でどんなことがされるのかということはスケジュールを見て分かりますので、予習をしてくるようになりました。そして、授業のペースがきちんと守られます。そうですね、まあ、先ほども申し上げたように、まあ、他の先生の迷惑にならないように、まあ、先生たちは一生懸命にスケジュールの通りに授業を行っています。はい、では、ティームティーチングはもちろんメリットだけではありません。ディメリットもたくさんあります。それは同僚のまたストディ先生がご説明させていただきます。じゃあでは本調査で今までティームティーチングの利点についていろいろ分かったと思うんですが、これからティームティーチングの欠点について話しさせていただきたいと思います。本アンケートの問題、一つのクラスでわからないことがあったら他のクラスの教師に質問するのかに対して、時には混乱してわからない場合は他のクラスで他の教師に聞くこともあるという答えがあり、それは複数の教師がいる場合、学習者が自由に同じ質問を別の教師にすることもあるということを示しています。そうすると教師が学生たちの質問に答えるのに時間をかけてしまって、教案通りに授業を終わらせるのに苦労し、授業に悪影響を与えると思われます。さらに同じ質問に教師の文系の導入に矛盾があって混乱した答えが来ました。それも同じものを複数の教師が教えると、教師はそれぞれの違う教え方によって混乱が起こる可能性があるので、どういうふうに教えれば混乱を避けることができるか教師が一緒に考える必要があると思われます。学習者に授業で引っかかったこと、あるいはより良い学習のためにどうすればいいかという提案などを聞いたら、こういう答えが出ました。スケジュールに示してあるすべてのものを効率的に考える、まあ、教えるべきであり、一つの課題に時間をかけて別の課題を急いでやるのは良くない。他の教師に迷惑をかけないように授業をスケジュール通りに
終わらせなければならないけれども、そうするとそれぞれの課題を均等に時間をかけて教えられない場合もありますし、最後の時間になると、教案の急いで終わらせる傾向があります。そうすれば学習者が例えばある文型をよく理解でき、ある文型はよくわからないまま進んでしまうので、特に初級レベルではそれは望ましくないので、ティームティーチングのもう一つのチャレンジです。先ほども述べられたように、本プロジェクトが始まってたった2ヶ月しか経っていません。このような短期間で成果がすべて見えてくるとは言えません。それで今後もこのプロジェクトを継続し、長期間にわたって検討しなければならないと私たちが思います。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。